おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もパワプロ2020に栄冠9やってくよ。さて今回は地区大会ですね。前回なんとかと大会を勝ち抜いたな。余裕でしたけど何か。何か？何も言ってねえよ。で、地区大会になって相手のレベルも上がるでしょうから。今のままでは到底かなわん。なんで1回余裕こいた。特に投手ですね。めった打ち食らった試合もあったから。投手は1年生2人しかいないしな。1年にエースを任せるとは情けない先輩たちだ。てめえが外野に転向させたんだろが。このまま大会に参加したら恥をかいてしまうのでね。とりあえず投手強化してからやっていきます。アイテム使ってくぞ。特殊能力を覚えさせるんだな。アルスジから定期的に本を頂戴しているのでね。一卒業生ですよね。内角攻めなんていいじゃない。で、うちにはエースが2人いるわけですが。ポーカーフェイス松永さんと。ナチュラルシュート使いの足立。ここまで松永さんの方が安定してるからな。松永さん強化していこう。足立もいい投球できたら本使ってやるからな。普通逆じゃない？出来のいい子はまやかすタイプだから。ってわけで伸びの必勝本も使ってと。はい、強化。まだなんかあるかな。尻上がりも使っちゃえ。これでだいぶ強化されたのでは。うん、いいですね。ちなみに最大で選手一人に5冊まで使えるみたい。学力ないと無理だけど、勉学に励め勉学に。そして使った本は消えると。どうやら魔導書の類のようです。はい、あっという間に地区大会本番。ドーピング松永の実力を見せつけてやろうぞ。アウトだよ。注目選手は、銀さんですね。先発はもちろん松永さん。また足立にもチャンスは与えます。つうかこの試合でも投げてもらうしな。二人で一人前の活躍をしてくれればそれでいい。お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今始まろうと。相手は世田谷ですね。このボンボンどもが、こっちは下水道だからね。一塁側、下水、三塁側、世田谷。観客に見送られ、おなしゃし。守りに散りました。さあ、どんな戦いを見せてくれるのか。格上だが初戦は戦力シーカ。ワンアウトランナーなしという場面で赤見内マウンド上は魔物墨ついてますね。使わない試合展開になることを祈ってるぜ。相手の先発めちゃくちゃに弱いな。肩はほぼ C の59。走れますね。さあやっちゃって銀さん。珍しくあっさりアウト。先制食らったー。焦るなお前たち。まだまだ試合は始まったばかりよ。追い込まれましたね。雑な編集してんじゃないよ。大丈夫大丈夫。重要な場面はちゃんと流してるから。すでにフラグは立てている。あと二人。だから大丈夫だって。こういうことよ。フラグって魔物のことか。この夏に学びましたから、使える試合は使っとけと。数字優先でいいか。普通にないバッティ。足元がお留守ですよ。かわいそうに。さあどんどん行くぞ。ここ佐々木当たってるな。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。オーケー、足元がお留守ですよ。さあこれで1点差。まま佐々木3ついけるぞ。よしよし。今日これで3打数の3安打。ベンチ使っとくか。このままさよならしそうなのでね。本日いいとこなしのミキボーイ。とりあえず前に飛ばしとけば大丈夫だぞ。これまたヒット。レフトは鉄壁と。これはもうさすがに大丈夫かな。とっとと決めちゃいますね。
さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。なんとこんな劇的なマクギレガー、いや取るんかい。中継ランナー一塁に向けます。何普通にナイスな守備してんだ。まあいいか、前に飛ばせば OK だぞ。かとどうやら魔物がいるみたいなのでね、私はよく知らないのですがね、魔物発動すると少年腐るみたいですね。9回まで終了し、大ピンチだ。なんでそう極端なの。この大事な場面でイラン以外性発揮しやがった。あ、投手は足立に変わってます。松永さん8回途中に失点のないピッチ、いいねー。あっさり三者凡退に抑えたぞ。確実に守備ターン来ると予想してた。惜しい、当たりは良かったな。田中弟にはセンスを感じます。またまたナイバッチ、いいぞいいぞ。魔物なんか使わなくても勝てるってとこ見せたる。いやもう使ってるから。足立だけどもちろん代打は送れん。ここはバントか。もちろん打たせます。うん、分かってた。お、へばりましたよ。延長10回の裏が終わった。大ピンチだ。負けたかな。伝令伝令、スタミナはまだ余裕あるか。守備にカツを入れまして、あとは神のみぞ知ると。これはナイスだ。これでワンアウト。スリーアウト投げー。これでワンアウト。ワンアウトになってからのダイソーとはな。向こうの監督は名将ぶりたがりのようだ。本物の名将ぶりを見せてやる。ぶりたがるねー。それでいい、一つずつ一つずつだ。ツーアウト三塁に当たってない。7番なんか臭いとこ強いな。ここも臭いとこで、やめてけれー。危ない。いい勝負だ。OK だ、アダチ。すんばらしい。ノーアウト二塁のピンチをゼロで切り抜けるとは、完全にサヨナラの流れですね。うん、間違いない。ランナー一塁に犬い、そして相手捕手の肩は波。走んねえよ、嘘つけ。一球様子見の。これでさらに走りやすくなったと。はい、名将。決めちゃい銀さん。ここはバントもありでは。確かに。ここはバントしてワンアウト三塁か。内野前進で間も抜けやすくなるぜ。それが野球。これも野球。もちろん打たせます。はい、知ってた。ほらワンアウト三塁。結果はね、いやノーアウト一三塁でした。魔物の後遺症が残ってたみたい。何はともあれさすがにここは決めてくれよ。スクイズは2か。2じゃちょっと怖いな。あ、そうだ、代打使っちゃいましょう。飯島行きますか。ほら、決勝だとかいうかっこいい特殊能力持ち。そんな最弱バッターの飯島の出番だ。能力ゴミですね。かっこいい登場だ。能力これなのに、絶賛ミパ上げ上げ中ですから、近い将来代打の切り札になってもらいたい。なんだこれ。こっちのセリフだよ。あっけない幕切れ言われてますけど、あざしたー。せっかくのさよならなのに全然盛り上がれなかった。こう見ると意外とみんな育ってるな。3年が抜けて心配してたけど、夏に甲子園出れたのがでかかったぜ。秋の全国大会と春の選抜も行けたら相当強化されるぞ。
それ目指してもう一試合行きます。あ、どうも。DVD 持ってます。お、聞きました？これに勝ったら秋の全国大会だと。さらに甲子園も。どうやらこの試合超大事。注目選手は続けて銀さんで。足立が絶好調だし足立で行くか。今度はちゃんと試合作れよ。田中弟と江原変えるのもありだけど。田中のままで行きます。なぜなら結構田中を気に入っているからだ。さあ相手の戦力はどうかな。B くらいまでだったらなんとかなりそう。A 以上だったら魔物次第だ。世田谷の次は新宿か。このとか一個が、歌舞伎町で飲み歩いてる奴らなんかに負けてたまるか。こら高校球児。観客に見送られて、おなしゃすりました。さあ2回戦プレーボールです。相手の戦力はまたもやしいでした。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生赤魔物住みついてねー。実力勝負ですね。先発は大したことない。片 F ですって。どうやら走り放題のようだ。200は決めますわ。はい頑張って。まず記念の一つ目だ。走んねえよ。なんで嘘つくの。これは心理戦ですから。相手が油断したタイミングで。ほら余裕、ほら名勝。いきなり先制のチャンスよ。うまい。はいノーアウト一三塁。初回からボッコボコ点入るぞ。が1点も入らず。そったれー。吉井縫いの先制ホームランでぬるっと6回まで進みまして、中押しの超チャンス。犬打ってんなー。3割5分でいつの間にか打点も盗塁も10。立派なトップバッターになりおったわ。もう完璧すぎるぞ犬井。この追加点は大きい。ダメだ、下水道が必要すぎる。何がダメなのかよくわかりませんが。勝ち申した。全国大会と春の選抜確定かな。確定だろ。よっぽどのことがない限り。あざしたー。全国大会に向けて今からもう特訓だ。やる気のない奴には片っ端から往復ビンタだ。よっぽどのことが起きようとしている。足立は8回途中無失点の完璧な投球でした。やった甲子園確実ですって。秋の全国大会も初出場と。こうなってくると強豪は近いぞ。出世コースに乗った感じですね。軌道に乗るまで長かったぜ。こんな感じでどんどん成長しますから。キリイシ今回はここまでにしとこうかな。じゃあ次回こそは秋の全国大会だな。一気に進めていこうかと思ってます。勝ち進めたらだけどね。え、全国大会って全部で何試合あんの？知らん。ご視聴ありがとうございました。